そう、また今日汗だくでごめんね。だってお風呂入ってたら時間なくなっちゃうからさ。この後入るよお風呂。目がシパシパする。はい、めっちゃ暑いね。今も汗垂れるもん。そうで、明日はやっとオフという感じなので、そう、美容デーにしようかなって思ってます。そんなめちゃくちゃ詰め込むってわけじゃないけどさ、美容院に行きます。楽しみ。たい焼きありがとう、たくさん。ごちー。蒸し暑いわよね、わかる。蒸し暑い、暑いっていうよりムシムシしてるからさって感じ。そう、長めの前髪ももう見納めですよ。そうって言って全然変わってなかったらあれだけどさ私もちょっと長めの前髪気に入っちゃったからあれだけどそう、一応見納めです。スクショタイムないです。あとスクショ禁止って言ってるから、あの載せたりしないでね。あの自分で保管しておく分には全然まあ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 って感じですけど書いてあるからね。寂しいねってそんなに？まあ新しい、まあ変わった私もね、楽しんでもらえればと思います。ハートありがとう。まあハートありがとう。って感じかな。でも言うてもうすぐ撮影会だもんね。全然話変わるけどさ、ね、撮影会もありなんだりって感じですね。あ、そういややっとマックいただきました。いいですね。いいねしたよ多分。アイドルマスターの推しキャラはいますか？ハニマスだと真由美冬子ちゃんが好きです。なんか真由美冬子ちゃんっていうキャラがいるんですけど、私その子大好きで、その子のさフィギュアが一番くじではないか、いやくじだっけあれ。そう、なんかちょっとあんま詳しくは見てないんですけど、良すぎてさ引用リツイリリポストしちゃった良すぎたなあれは本当に。フィギュアなんて何本あってもいいですからね。なんか普通、私普通にさみんないいね欄見れなくなったけどさ、いいねはしてるんだけど、なんかいいねと思ったものでも、なんかあれはさフィギュアは良すぎてさ、え、これつぶやかずにいられないでしょって思ってつぶやいちゃった、ついつい。なんか共有したくてん、一緒に塩ライチシェイク飲んだ。あーいいね、塩ライチいいよね、夏っていいよね、塩分取れるし体に良さそう、ライチって
そう、共有したくてリポストしちゃったよ、引用リポスト。まあ共有するって楽しいじゃんっていうことよ。もしかしたらさ、だって私がそのあのフィギュア繊細だった、お、そうですよね、結構ねいい出来なんですよ、上から目線なんですけど、なんかさ私が引用リポストすることによってさ、買ってとかそういう話じゃなくて、本当にあのおねだりとかじゃなくてね、もしかしたらシャニマスに興味を持ってくれるかもしれないじゃないですか。そしたら共通の話題が増えるじゃない、そういう意味もあるんよ。普通に別にだからとて私が引用リポストをしたからって言って必ず見なさいよとか必ず興味持ちなさいよってわけじゃないけど、まあ共通の話題がもしかしたらの可能性で増えたらいいよねってだけ。だって共通の話題なんてそれこそなんぼあっても困らんからな。だってそしたらもしかしたらみんなにとっても新しい趣味ができちゃうかもしれないじゃない、よくない、ウィンウィンって感じ。おっしゃる通りまあね、だんだん共通の話題できるの嬉しい、あ、嬉しい、そう言ってくれるの嬉しい限りですよ、ニヤニヤしちゃうな、ハートありがとう。そうだ、どうでもいいこと言うんですけど、ちなみに私今すっぴんですよ、何もリップもしてない、あのチークもしてないけど、あの熱くてチークとリップしてるみたいになってる、ホットヨガと筋トレで消え去った、もしかしたら 1% ぐらいは残ってるかもしれないけどねっていう。だからさ、クマがちょっとある、っていうだけ、落ちないです。まああれよ、すっぴんでも好きでいてねってこと。はい、なんか話すべきこと、あーそうだ、時間50分になったら男女見ます。すべてにオチを求める芸人の悪い癖やでいややっぱね、根っからの芸人だからね、求めてしまうんよね、オチを。あ、たい焼きとかハートどうも、芸人なん？そうでーす。うん。すごい筋肉痛。うん、筋肉痛や。
今すごいあれ悩んでんだよね。湯船入ろうか悩んでる。シャワーでいいかなって思うけど、めんどくさいな。でも湯船洗うのがめんどくさいよ。サムライマック夜だけトリプルあんのね。へー、うん、夜マックみたいな感じか。筋肉痛ひどければ湯船。なんか別にそんなもうひどくて歩くのも痛いみたいな感じではないよ。なんかあーって感じ、なんかあー違和感があるかなみたいな感じ。出た、お風呂キャンセル界隈ではないです。私キャンセルしてないから。なんでみんなの中でさ、その私お風呂キャンセル界隈になってるわけ。入ってないです、片足も突っ込んでないよ。キラキラありがとう。湯船がいいと思う。うーん、携帯の充電に。私さお風呂嫌いなんだっけ。多分めっちゃ好きってわけじゃないかな。何、なんか音量を下げても下げても上がろうとしてくるんだけど。私湯船でお風呂片足も入ってない。やめてください。コメントブロックしますよ。嘘だけど、まあ警告ですよ。私さ湯船で携帯いじってなきゃ無理な人だからさ、ぼーっとできないから。まあお風呂で携帯いじるの楽しいじゃないですか。だから充電見てんだけど 26% あ27になった。微妙なとこだね。27、まあ終わる頃には20、まあ30いってたら、まあ、いいなってぐらいだけど。シャワーなら携帯いらん。いやシャワーの時は携帯してないよ。いや湯船に入るのが面倒なんじゃなくて、湯船を洗うのが面倒なの。あと溜めてる時間、これ何の時間ってなっちゃうじゃないですか。私だけなのかな。何の時間やってなっちゃう。あでもさ明日美容院行くからさ、あいや関係なかったわ。そこ疑問に思ったら風呂入れん。スマホの時間、まあね、なんかそういう時のスマホの時間って退屈じゃない。いつもはさスマホばっかいじってんのにさ、スマホ中毒なのに、そういう時のスマホの時間は、あのはいこの時間無駄とか思っちゃう。そう、ああ無駄な時間、ほんと無駄無駄って思っちゃう。最悪の思考になってしまうんだな。筋トレし、イラついたか。全て意味がある。うん、まあ一理ある。あーたん焼きごちイラついた。なんでわかった。だってイラつかせるような言い方したん。当たり前じゃん、イラつかせに行ったんだもん。寝る前にさ考えなよ、あの時イラついたなって。で眠りな今日。もやももやついたまま眠りな今日。マウントではないよ。湯をためながらショールームする。あーまあありだけど、
そしたら湯冷めしちゃわない？湯冷めではないや、あの冷めちゃう、追い炊きしないと。まあ、あの何かしら理由、言い訳をつけてるのは理由があって、めんどくさいからです。お風呂が。ハートとかありがとう、星とかどうも。まあ私もアイドルなんでね、お風呂入らずとも体が発光して光を放って、あの大丈夫になるので、まあ一応ね、あの人間の行動をしなきゃと思ってお風呂に入ってはいます。まああの疲れとかも取れるしね。諦めてためな。まあみんながそこまで言うならためようかな今日は。仕方ないの。アイドルであり妖精でもあるんだっけ。妖精どこから来たっけ。まあ妖精みたいなもんです。あの私ティンカーベルみたいな感じだから、あの朝起きたらみんなの頭の周り飛んでるよ。知らなかった？気づかなかったかな？ちっちゃすぎて分かんなかった？そう、妖精になってる時はさ、ちっちゃくなるからさ、気づかないかも。あ、叩かないでね、ペチって。あの、虫じゃないから。あ、たい焼きごちー。たまに起こしてくれてる？あ、気づいてる？起こしてる起こしてる。夜飛んでたらバチン。この世が終わってしまいます、私の人生が。さよなら。我が生涯に一片の悔いなし。いやでもこの言葉言って寿命を終えたいよねって思う。唐突。私がおばあちゃんになってさ、我が生涯に一片の悔いなしって言ってね、っていう話でした。50分です。読みますね。13位の人から。13位はフルキャパさん、12位ひしみらこうさん、11位エンデバーさん、10位ムロモンさん、9位ゆうたさん、8位ちーさん、7位スルーさん、6位フットサラーさん、5位まこと、4位たかちゃんかもなしさん、3位かべちょろさん、2位たかゆき、1位はしろくまさんでした。おめでとうございます。ありがとうございました。一息でいけた。今ランキング読み、ありがとうございました。おめでとうございます。はい、ということで今日もショールームちょっと短かったけど、ありがとうございました。楽しかったです。それでは、なんか言うことあるかな。湯船に入ります。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。